はい、こんにちは。トシです。今日はですね、美容師さんのための筋トレ動画ですね。はい、美容師さんに見ていただきたいですね。はい、で一応メモとかね、こう取るようになりました。なるべく構成とか結論が明確に分かるように言いたいなと思います。一応美容師さんですね、みんなこう、あ、ちなみに今日は懸垂ですね。はい、筋トレビッグ3に関しては筋トレ動画でちょっと上げさせていただいてます。今日美容師さん懸垂やっていただきたいなと思ってます。まあこう懸垂のやり方云々はまあ美容師さんそんな筋トレすごい一生懸命やってるよっていう美容師さんまあ少ないと思うんですよ。なんでまあやり方云々じゃなくて、やっぱり忙しい美容師さん忙しいと思うんですけど、まあその中でも、時間を作っていただきたいです。仕事に毎日毎日追われてやる営業よりもう楽しみながらこう時間に追われる、仕事に追われるではなく、美容師の仕事の本質ってやっぱりクリエイティブなものをこう生み出すの職業だと思います。まあクリエイティブいろいろあると思います。似合うとか可愛いとか綺麗とか再現性が高いとかいろんなクリエイティブがあると思うんですけど、そういうのをこう磨いて磨いて引き出していくもの、あー忙しいなー、切って切ってでやる、そういった仕事のスタンスはこう美容業界今すぐ辞めた方がいいと思いますね。そういうんじゃない美容師さん、こうで美容以外のことをねぜひ学んでいただきたいなと思っております。そう、その美容師さんをね、美容師一生懸命カッターの勉強する、カラーの勉強する、パーマの勉強するってすごく勉強すると思うんですけど、それだけやるのはもう当たり前のレベルですね。もう正直なこと言うと、でこうそこから先美容以外のことを学ばないと、まあ、美容師止まりかなと。美容のこと一生懸命やる、カッターを勉強する、その当たり前、それで美容師になれるんだ。でその後やっぱ美容以外のことを学ぶ、そうしないとやっぱクリエイターになれないんですよね。こう同じ美容のこと美容のことってやるとね、クリエイティブなデザイン浮かばないと思います。その仕事に追われるっていうスタンスになると思います。なんでこうやっぱクリエイターになっていただきたいっていうのが美容師なんですけど、美容業界に発信したいことでもありますね。まあ都内の方はまた別ですね。やっぱ美容師さん人口いっぱいいますけど、その中でも本当にこう世論というかね、都内の一部のクリエイターの方たちとは別で美容師さんに向けですね。で筋トレではなく何か仕事以外のこだわりを一生懸命がむしゃらにやることが大事かなと思います。もう仕事美容のもカット一生懸命、そんな当たり前です。それ以外のものにカット以上のこだわりを持って一生懸命やってみましょう。そうするとですねクリエイターになっていけます。でまあ美容師さんね、筋トレ一生懸命やってるよっていう方はさほど多くないと思うんで、僕はちょっと美容業界の中で一番ちょっとマッチョになりたいなっていう密かな思いを持ってやってますね。こう美容師さんが筋トレ動画を上げてるのも少なくて、これ面白いなと思って、結構美容師さん筋トレやってる人もいると思うんですよ。ただ人口は少ない、やっぱ一番になれる可能性はありますね。もう今更もうカットで一番ってね、なかなか何が一番かも人によって変わるっていう、そのコンテストを批判するつもりは全くないんですけど、審査員さんのすごく名前のある審査員さんが感じてくれることなんで、それはすごく名誉なことだと思うんですけど、まあ、僕はまた違った観点からの物事の見方をしていきたいと思っております。ちょっと筋トレでちょっと美容業界一番になりたいと思います。で懸垂のやり方ですね、やっていきます。まあ、いろんなこの持ち方があると思うんですよ。僕はスタンダードに
この持ち方ですね。いきます。背中を鍛えます。1、はい、顎までですね。で、この際足ついちゃダメですよ。で、2、顎上です。で、この際背中もまっすぐで上げないといけません。ここから垂直に腕の力だけで持ち上がるイメージです。まあ、背中の力ですね。せーの、1。ちょっと曲がったかな。こんな感じから、1。あ、こんな感じですかね。これを連チャンでいくっていう感じですね。いきます。1。ああ、強いですね。まだまだ一番になることは難しそうです。努力の積み重ねっていうものの大切さをこの動画を通じて発信していきたいなと思っております。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。もし気になったチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。